川田孝子は日本の童謡歌手。姉は童謡歌手の川田雅子。妹も同じく童謡歌手であった川田美智子。作曲家、音楽教育家の三代目飼いヌマ実は老いにあたる。戦後期に活躍した人気童謡歌手。姉の川田雅子が童謡歌手を引退した後は日本の童謡界をリードする童謡歌手として1959年に結婚し、 引退するまで長きにわたって活躍した。数多くの童謡作品を世に送り出し、川田三姉妹、つまり姉の雅子、妹の道子と共に、史上類を見ない人気童謡歌手として一世を風靡した。当時、川田孝子は他の童謡歌手よりも非常に声量が豊かであったと言われ、姉のように変成紀で苦しむこともなく、NHK 紅白歌合戦にも2回。 連続出場している。1947年代表曲とも言える、お花のホテルや、見てござるを発表し広く愛称された。2001年、東京の NHK ホールで開催された、川田雅子の歌手生活60周年記念コンサートに、応援で登場した。2006年1月22日、姉の川田雅子が死去。同年3月に放送された。 昭和歌謡大前週第26弾の川田雅子追悼コーナーに緊急出演するなど歌手として引退はしているものの70年代から現在まで時りテレビや公演などの依頼があれば出演をしている。ありがとうございます。